き焼きそば3人前1000円安いのか、タコ服、応募者の LL 教室があるんだ、オープン社は結構教材とか受験勉強とかの時にオープン社のテキストは結構見やすかったんです。使わせてもらってましたね。まあその割には実績が伴ってなかったんで全然覚えてなかったやつでね、あまり言わんようにしてますけど。こっちっていいのかな、行っちゃおうか。コスモスがあって、そっちになんかあるフレッシュスーパーか、ハイボール酒場、メガネの雰囲気、なんか出てきた、バナナジュース、でもやってないんか、なんか、あ、やってるな、バナナ、ただおかしい、バナナ食べないんですよね、こっちはピッチャーソフトクリーム、ソフトクリーム屋さんの方はやってないのかな、だね、これだったら京都ナンバーなんだ、
ところで合ってんだろうな、これどこに向かってんだろう。危ねえ危ねえ、ここ曲がったらちょうどいいらしいっすわ。危ねえ危ねえ、えらい遠くまで行ってしまうとこでした。よっしゃ、言って時間抜いてるんですね。ここはワンちゃん、ああ、そうですね、ペットのトリミングですね。なるほどな。本当にハウスもあるし。おしゃれなお店もありますね。あ、これはお店じゃないのか。ただの大豪邸か。すごいな。そうですね、こちら住宅の。ショートコートなんですね。ちょっと行ったら市民病院があって、その病院の、近くにその市民病院前っていう駅があって、っていうことみたいですね。よっしゃ、そうだから、あそこの混んどったところちょっと、あれも寄ってたら、そっか、案外電車の時間間に合わない時間か。ああ、ステーキ屋さん、ああいいな、ステーキも魅力的ですね。花が減ってくるとね、あれなんですけど、ただね、ちょっと口の中怪我したってね、ちらっと言ってましたけど、その兼ね合いで結構硬いもの食べるのちょっと痛いんですよね、今。ちょっとね、見せて歯茎のところをぐしゃっと切っちゃったんですよね。その兼ね合いでちょっと口の中はだいぶえらいことになってるんですけど、広告や、洋食屋さんなんだ、
今何分？40度バーちょっと洋食屋さんでゆっくり食べる時間もないか。美味しそうですけどね、ちょっと佇まいが洋食屋さんっぽくなり一瞬えってなりますけど、すごいな。これもまたまたステキやさ。で、問題は駅なんだ。どこにあるんだ。いろいろあるなぁ。